言われるし。で、なんか俺も言うし。相手に。そんな言う。で俺も、あの、普段温厚な人間やから言ってる途中に俺こんな言うって思いながら言ってるから。あ、いや、でも、あれね、あの、シチュエーションが悪い。あの、だってさ、あの、別に遺恨がない奴らが無理やり戦わされてるんだよ。あの、そんな言うっていうことを言わないとさ、まあね、そうだからさ、あれ、辛い話よ。辛い辛い。別に初めて会った、別に何も、ね、ネガティブなイメージを抱いてない初対面の相手に対して、むちゃむちゃ悪口言わないといけないんだよ。そうそうそう。まあ、あのね、バトル相手とかによっては自分と全然音楽性や考え方が違うなって人とそこでぶつけ合うことによってお互い好き放題言われる時あるんですけど、うん、まあ、ある程度やり合ってくると普通に仲良しになってくるから、うん、仲良しで一緒にステージ上がった時にめちゃくちゃ言わなあかんわけじゃないですか。だからある程度ここはささんとこうみたいな、うん、なんとなくのルールみたいな多分お互いあると思うんですけど、ね、でもそれでも、うん、あ、そこ刺すお前、うん、みたいな時もやっぱたまにあるお互いのその、いるいる、ね、いる、OK のライン超えてくる時。あと、普段と言ってることお前全然違えなって言ってること結構いる。いや、おるんすよ。あの、なんかもう、むちゃくちゃその子、あの人のあれを褒めてたのに、うん、ステージ上ではお前その部分最悪だってずらーってえぇーみたいな。そういう時は。勝つためには何でもありなんだよ。そういう時もあるよ、ね。でも R さんそこ正直な方じゃない？俺割と正直やと思うんやけどな。なんか普通に仲いい人と戦ったらずっとヘラヘラして笑って負けてました。負けるその昔大阪でやったコペパのコペルっていう相手とやってなんかあのヘラヘラしたらなんかお前となんか地上波でこうやってバトルできるランナーがええなーっつったらなんかそんなこと言いに来たんかお前よみたいなめっちゃあの言われてやっぱコペルはこうガンガン倒しに来てたからそれで負けてなんかいや嬉しいないやいやあのリアルでいいと思いますよすごく、うん、嘘がないというかね。じゃあ続いてまたねテーマメールで。Thank you.